豊田産業文化センターは愛知県豊田市省坂本町一丁目25にある複合公共施設。管理運営は公益財団法人豊田市文化振興財団。科学館の豊田科学体験館、小ホール、多目的ホールが入っている。敷地内には文化的行事に利用できる気楽亭がある。かつての当地には鴨山市の工場があり、 1929年に建設された高さ約36メートルの大煙突は、衣市街地の象徴的存在だった。1981年に、カモ山市が廃業し、1985年7月6日に、豊田産業文化センターが開館した。5階建てで、当センターの開館に合わせ3階に、豊田商工会議所が移転したが、その後2006年、 敷地内の一角に豊田商工会議所会館を竣工し商工会議所は独立した。豊田科学体験館は科学やものづくりに関する展示を行っており、プラネタリウムも有する。明治時代後期、長坂源一郎によって新名町に料理旅館の気楽亭が創業した。大正末期は現在の主体部が建てられ、1928年には全部棟が増築された。 1967年の旅館廃業後には民家として使用されていたが、1982年に所有者の長坂幸子から豊田市に寄贈され、1983年には中央棟を含む主体部が豊田産業文化センターの敷地内に復元移築された。なお、2000年代前半には豊田市駅前通り南地区第一所市が一再開発事業によって、 移転前の敷地が再開発され、気楽亭の跡地は、ホテルトヨタキャッスルなどが入るコモスクエアウェストとなっている。2013年12月24日には、気楽亭が登録有形文化財に登録された。木造2階建て、つま入り、入りもや作り参加はラぶきの建物である。建物が現存する料理旅館としては、豊田市最古の建築物である。ありがとうございます。